ですね。綺麗なその油脂も少し出始めましたから、あの味がありますよ。でこれもあの DM の方に載させていただきました。そうですね、あのアップの画像こんな感じの手だと思います。すごい華やかですね。でこれすごいもちもちじゃないですか。これはあの実際にはそのデザインとしたらミフラブなんですけれども、うん、はい、こういう楽園っていうのを表したゴルボルボルっていう、うん、ゴルっていうのはイランの方ではこれ花を表しますね、うん、花っていう意味ですね。でボルボルっていうのはつぐみ、この鳥、うん、鳥だって言うんですよ。鳥がいっぱいいますね。で、あの真ん中にはゴルダニっていう花瓶文様、うん、で両側に木を配置して、木っていうのはその生命を表すってよく言われますけれども、はい、木のあるところには水がありますから、うんうん、だから水を表す下にこの水が湧いてます。はい、だから非常にこう生き生きと動物もあの遊んでおりますし、本当、うん、にこう可愛らしいこうつがいの鹿ですかね。一般にこのゴルボルボルっていうデザインはこのミフラブデザインとかそういうものと組み合わせてよく使われるんですが、もともとはそのイスファハンっていうその町の、ホセインっていう細密画を作られるあの絵描きさんが最初に作ったデザインだと言われています。でほとんどがあの、まあ、ペルシャ絨毯で有名なセラフィアン一族がこれを得意としてたものなんです、はい、だからそれはあまりにも有名だったものですから、うん、いろんなところで作られるようになりましたけれども、うんうん、これもなかなかこう見つからずに今回、仕入れてきてもらいました。見つけてきていただきました、はい、これらは古いんでしょうか。これある程度こう 古そうですよ。おまあ毛糸がすごく柔らかく仕上がってます、確かに本当こうちょっと地厚さのもあるんですけど、すっごい柔らかいです。なんかウールですからね、ウールでこの肌触りですから、うん、もっちもちなんですよ。皆さんこういろんなこうペルシャ絨毯今回入ってきましたけど、これめちゃもう多分1ミリぐらいで手触りすっごい柔らかいです。すごいです、ね、ぜひ触っていただきたいですよね。そう、スリスリしたくなっちゃうぐらい。これは多分お読みいくのは早いと思います、うん、そうですね、サイズもいい感じのサイズですもんね、はい、本当リビング時期とか触りたいというコメント、あぜひ触りに来てください。触ってもらいたいですね、はい、こう本当こう肉厚ですしね。そうなんですよ。で、これ実際にはイスファハンでは作っておりません、うんうん、セムナムっていう、あセムナム、これはイランの中西部だったかな、うんうん、で、の町なんですよ、はい、まあ、どちらかというとイスファハンに近いっていう地域だからこういうデザインを作ってるのかもしれませんけれども、まあ、影響を受けてそうですね。そういうことですね。あまりにも有名なデザインだからこう作ってると。それとおいこれも綺麗なんです。この絨毯、うん、これ同じ産地です。これとこちらがなんていう産地でしたっけ。これどこですか。イーランっていう。イーラン、私初めて聞いた。イーラン、ケルマンシャーの南、確かですけれどもケルマンシャーの南です。こんなに赤がすごい綺麗なんですよ。画像なんかちょっとエンジンっぽく見えますけど、そうですね、もっと明るい黄色っぽくも見えますね。きつい赤ではないですからね、はい、大人っぽいこうちょっとこうどっしりとした高級感のある赤ですね。こうメダリアンの模様うん、品がありますね。はい、やっぱりペルシャ面白いですね。こっちはちょっと幾何学っぽいんですけど、こっちはすごく有名な。そうですね、こちらはペルシャのアラベスク模様。こちらの方はどちらかっていうと北の方の部族のよく使う、うんうん、カクカクとした唐草の模様ですね、はい、そうですね、唐草のカクカク模様になってますね。で質問としてオールドイコール薄いってイメージでしたが違うのですねというコメントが。違いますね、うん、はい、その部族によってやっぱりこう質感っていうのは違ってきますので、うんうんうん、イコールっていうものではないです。はい、すごい、もう勉強になりますね。だからこれもビジャーと同じように非常に肉厚ですから、
こいやつ、肉厚ですね。1センチ、1.5 センチぐらいはありますね。そうですね、すごく分厚いですね、うん、だから大きさとしたら、ドザールサイズ2メーターかけるこちらで、205の133ですから、はい、本当に部分敷きとかリビング敷きに皆さんいかがでしょうか。金額としたらルリとか貸し繰りと同じぐらいの非常にこう買いやすい、お求めいただきやすいようなものですね。そうですね、これらもまたイベントに持ってまいります。今回、はい、こういう大きいオールドも、はい、たくさん集めていただきました。ガリサイズ、ガリサイズですね。2メートルの3メートルサイズですね。あとこう上にやらないと全部映らないから頑張って腕上げます。でめくっていきますね。おこれも向こうでよく使われる人気のあるデザインですね。はい、マヒガラ、うん、マヒガラとは何でしょうか。フィッシュデザイン、フィッシュデザイン、魚、お魚さんのね、お魚どこでしょうか。皆さんどこだと思います。お魚とはこれ、こういうやつですね。魚なのかなこれって思う方いると思います。この波紋、跳ねた感じのね、はい、それを表してるらしいですね。魚がピョンって跳ねたやつですね。そうですね、はい、これがもう所狭しともうぎっしり書かれております。これはムードっていう町の絨毯です。で、これこの作品ともう一点こちらの作品、これアルデミルっていう、アルデミル、アルデミル、産地だそうです。この細かい、この質感が柔らかいです、うん、とってもこの柔らかい、むにゃむにゃってなりますね。こう濃いしないと柔らかい。だからこの大きいのがこういう2点、すごい柔らかい。それともっとさらに大きいのがこちらの銃、伝わりますか。伝わりやない、もう折れちゃってるですよね。これはサルークっていう町の銃弾です。サルーク、これも手織りですか。そうです、もちろん四隅とその真ん中のところにこの町並みを少し配置してます。こう本当にこう頭のところですね。そうですね、向こうのそのミナレットが、はい、ありますのでね、この球根みたいな屋根下、そう球根みたいな、こう栗みたいな頭してる。中心にはゴルダニがこう花瓶模様が、はい、花瓶模様すごい綺麗、綺麗に花が出てます。これ何柄っていうんですか、何デザインっていうんですか。ゴルファランギ、ゴルダニ文様、やっぱお花とか。そうですね、これの連続柄ですね、うん、で中心のその花瓶のところに、下のところにはカルトゥーシュっていうお守りがついてます、うん、あ、この水色の部分ですね。水色の部分でね、この花瓶もすごい綺麗ですし、これとか水差しですよね。あ、そうですね、お花にこう花瓶に水をやる水差しですね。こういうところの曲線表現すごい綺麗っていうか、うん、なんか柔らかいですね。サルークっていう町も昔から非常にこう実用絨毯で有名でしたのでね、まあ大きいサイズですよこれ。実際にこの6畳、少なくとも6畳以上ありますので、大きい、我々でもあんまり扱ったことないサイズですね。そうですね、大きいですね。どうやって運びましたね。どうしよう、丸めるのは無理じゃないですか。丸めないと多分抱えられないと思いますよ。畳んでも、畳む、写真撮るのが大変でしたね。写真がすごく撮りづらかったです。あ、そうですね、あ、すいません失礼しました。でもこれも毛糸はすごくこう柔らかく仕上がってます。で中心のこのフィールドのこの色もきつい色ではないですからね。なんていうんですかね、オレンジだけどすごい淡い、ちょっとくすんだ色になってます。茶色も入ってますし、うん、ちょっとこっち回ってみますね。より明るい、そうなんですよ。こうより反対側から俯瞰してみるとやっぱりちょっと茶色系には見えるんですけど、でもそのどぎつい茶色ではなくてすごく優しい色味になってます。
多分ここに配置してる町はイランの有名な町だとは思うんですけどね。どっかでその建物なんですよね。代表的なこのミナレットがついてますので、こんなキングサイズの絨毯、これもどうやってこれから展示しようかなと、お店の方、あの会場ではね。それとこのカシャンのこのキングサイズ、お本当に大きい、綺麗な赤ですね。もう赤がめちゃくちゃ綺麗です。あとコーナーの部分の紺色もすごいいいですね。まあ、カシャンらしい色、うん、そうですね、カシャンカラーみたいな。これもすごく丈夫そうですね、やっぱり、うん、やっぱり実用ですね。これとこの先ほどのサルークっていうのはイラン人が使うような、はい、だからなかなかこういう大きいものっていうのは扱えないから、だからもしこういうのを探しているという方があったら、もう実用的にはもう最高のものですもんね。大きいです。大きいですね。大きいし、スケボー部屋あったら私行ってみたいです。すごく品がありますし。で、またガリになります。この辺もオールドです。あ、オールド。これなんとなく遊牧民っぽい柄ですね。これはシラーズの絨毯です。はい、伝統的な柄ですね。シラーズで使われる。ギャベを見られてらっしゃる方は馴染みのある柄がところどころについてます ね、 そうですね。ボーダーのこのパネルみたいな、こうモザイクタイルみたいな柄がすごい可愛いですね。うん、四角の中にこういう迷路みたいな。そうですね。で、あとこうボテモンっていうと、フェイズリーみたいにも見えるような柄と、こうフィールドの中には鳥がもうぎっしり、はい、ぎっしり鳥がいる。これとかラクダだと思います。あ、確かに鳥メインですね。やっぱ鳥が多いですね。もう大体鳥ですね。で、これもこれはカルトゥーシュ、カルトゥーシュのオールオーバー総柄です。あるんですね、カルトゥーシュがいっぱいある、ね。はい、珍しいですね。で、ボーダーの紺色です。赤に対しての紺色は これ産地はヤズドっていうところ。あ、ヤズドなんです。ヤズドです。大体イランの真ん中だけ、真ん中ぐらいですね。だから皆さんがこのギャベで知ってらっしゃる、杉が一番ここのメインです。ここが有名になってますので、ここの場所にある杉が、これが長生きの杉。だからこれも非常に肉厚ですからね。この分厚さですね。ペルシャ絨毯でこんな肉厚のものがあるのかっていうぐらい、触り心地が 1.5 センチぐらいかな。すごい肉厚なんで、踏んだ感触も、これだけ肉厚なんですけども柔らかいんですよ。しなやか、しなやかさもありますね。そうですね。お、こちらもさっきと同じような色が結構鮮やかなタイプ。これもこういうツタカラクサの、カラクサもいい、もう総柄です。総柄、カラクサの総柄っていうのは多いんですか、よく作られるんですか。少ないです。少ない、本当少ないです。やっぱメダリオンがあって、そのこういうカラクサがいっぱいあるよっていう、ね、そうですね。周りにセントラのメダリオンにこう広がっているのがあるんですけど、セントラルメダリオンはこれミナハニっていう文様なんです、うん、小さい文様なんです。ほんとポコンとここだけ、そうですね、唐草が主役になってる。で、珍しいのはダブルスパイラルっていう文様を使ってるんですね。唐草、はい、が太いのと細いのと、これはよくイスワハンで使う技法なんです。ああ、本当だ。よーく見るとやっぱ太い方が断然目につくんですけれども、はい、細いところもね、本当にアーチ状をこうくるくるくるっとこう巻いてる唐草がまた円つなぎとなって広がっております。だから非常に珍しいですよ。で、ボーダーのところもこの唐草で、はい、アラベスクの唐草でずっと一周つながってますので。あと目が回る。
これがこれでサイドですね。はい。長いギャルですね。なんかこの綺麗なグラデーションのやつが入りました。なかなかそのオールドも全部紹介しきれませんけれども、はい、あのメインのところはこういうところです、うん、はい、はい、今回は大きいサイズもたくさん入りますよっていうところですね。大きいのを探してらっしゃる方なんか今回とってもチャンスだと思います。とてもお値打ちです、はい、えっていうぐらい。実用でいてとてもお値打ちな。綺麗でしょ。やっぱ柔らかいものはすごいですね。このツヤ感もいい。だから柔らかいっていうことは女性の方が扱いやすいですからね。今度ゆっくり見たいとのコメントが入りました。ぜひお越しください。がっつり今日は1時間未満なのでこれ5時間ぐらい語ってくれます。そうですね、5時間を用意してきていただけると嬉しいです。でもどんどんこれ会場に持ってってしまいますので、はい、お嫁入りする可能性があるんですね。ハッとしたところがシルクだから見てもすごい。やっぱこれを手作りで作ってるっていうところが本当にすごいところですよね。この柄を一個一個人の手でこう織り上げていく技術を持つっていうところもやっぱイランっていうのは優れてると思います。そうですね。今回はこのビジャビジャをぜひ触りに来てください。はい、皆様ぜひこの分厚くて硬い絨毯、鉄の絨毯といわれるゆえんをね、皆様ぜひ触って感じてみていただきたいですね。そしてあと15分タイムリミット。ジャベでおすすめどうでしょうか、佐藤さん。珍しいのはね、これこれくるっと後ろ向きます。はい、はい、これは何でしょうか。これバルーチ、うん、バルーチ族が作った絨毯なんですけれども、はい、うん、パイルがないんです。あ、これ日替わりですね。そうですね、これキルム、うん、ここがポコッ、こっちの方がエンボスで、うん、で真ん中のここもエンボスになってます。あ、そうですね、皆さん、ね、立体的になってます。立体的になってますよ。こうやってみましょうかね。こんな感じでここだけポコッと膨らんでる織物になってます。この大きさでは初めて見ました。初めてですね、うん、扱うのは初めてです。でこのパイルの部分柄すごい細かいですね。細かいところ普通のキルムとはまたこのフィールドの部分は違いますので、うん、スマック織りっていう織り方をしてます、はい、フィールドもすごい綺麗ですね。赤やっぱいいな。だから非常にこうこれも柔らかいんです、うん、おウェーブいただきました。ありがとうございます。やっぱすごい柔らかいですよね。だからバルーチに私もびっくりしたのがこういう柄っていうのはバルーチ族は作らないですから、うん、だから非常にこう最初見た時にはルリバックかなと思ったんですよ。ルリっぽいですよ ね、 そうですね、柄も技術的にも非常にすごいから、うん、でもバルーチということですので、うん、だから確かにバルーチ族っていうのはこういうスマック織りっていうのも作りますし、こういうエンボスのこういう面白いものも作りますので、はい、これはギャベで今回私はお勧めしたいなと思っております、うん、であれも写しておいてください。お、これ DM に載っていたからですね。ってたですね。壁に今回かけたら来なくてないですね。これいわゆるボテモンっていう文様なんですけれども、ね、これは、まあ、その柄ができたその起源ですね。それはいろいろ諸説あるそうなんですけれども、風になびいたこの糸杉っていうこのこちらにある、まあ、こういう雫型の木ですね。雫型っていうのはそのすごいのっぽな木なんですけれども、すごい高い木なので風に煽られるとこういうこのようにね先っぽが揺れて見えるっていうところからこういう柄ができたんじゃないかって言われてます。
アップで写してみましょうかね。これ皆さん、緑が綺麗ですね、深い緑、ね、もうすごい綺麗なんですよ。こう明るい緑とこれ枠の部分が本当に黒に近いんですけど、これよーく見るとこれ茶色か紺かな、紺色じゃないですかね。そう、紺なんですよね。ちょっと青みが入って見えるんですよね。ね、柄の表現としてもすごい上手で、こういうこの花唐草のところも非常に綺麗ですね。本当に黒に限りなく近い紺っていうところは染め方をやっぱ工夫しないとここまで濃く染まらないのでね。こんな感じで、じゃあ最後にライオンを見ていただきましょうか。ライオン好きな方ね、今日もいらっしゃいましたので、どのライオンに住んでしょうか。今回小さいライオンがたくさん見つかりました。あ、ブダイライオンっておっしゃるんでますとても小さいサイズのライオンが、はい、あの集まりましたので。本当にサイズいくつでしょうか、皆さん気になるところですよね。これで、79-62。お、本当にポシティって言われる、その 90×60 サイズに本当に近いサイズにはなりますね。このところずっと小さいものを探してらっしゃるっていう方がいらっしゃって、はいはい、入るかどうか私も不安だったんですけれども、うん、入ってきてます。このライオンも小さいです。このライオンも結構玄関に収まりそうなサイズですもんね。それとドッキリしますよ。ドッキリ来た、 DM の柄来ました。ハゲ頭ライオンで教えてるんですけど、でもこれもちゃんとしたこうモチーフとして国旗にもなっていた柄なんですよ。サーベル位置を持ってますね。そうですね。そして太陽もちゃんとありますね。その中にこの太陽には今回顔がないですけど、だいたいこういう図柄ですとね、太陽にもちゃんと眉毛と目が描かれてるんですね。それともう一つ、このライオン、これパイルがないんです。これはキリムですね。キリムですね。キリムのライオンです。おー、しかも紺のところがすごい綺麗。なんかよく見るとチェーンステッチになってますね。チェーンステッチってこう三つ編みみたいに見える、愛嬌ある。そう、編み込み文様です。顔を見てください。なんかこうくるくる模様がいっぱいあるんですけど目が怖いこういうね、こう顔してますね。どこが口で、これがヒゲの表現なのか何なのかがいろいろ考えさせられる模様ですね。こういうくるくるがいっぱいあって、くるくるがいっぱいいやー、どの子も可愛いですね。これも小さいライオンさん、はい、うん、小さいですね。厳しい感じ。顔が可愛い、この子濃い、爪もがっつりしてもがっつりする、うん。これ好き。なんかちょっと人相悪そうだけど、はい、ちょっとなんかでもなんか飽きないんですよね、見てて。アウトローな感じ。あと体見ていただくと、お尻の方からこの子おられてるんですけど、下半身がかなりずんぐりしてるんですけど、もう顔の方になると手足がすごいスマートなんですよね。体のバランスがまた折っていく口に変わっていくっていうところも面白いですね。でも縦髪のこの表現は結構立派ですよ ね、 そうですね。このポージング、こう獲物を見つけてこう狙いを定めてるかのような眼光をしてますね。だからこういう今回は特別なそのサイズのライオンが、はい、何枚か入りましたので。そうなんです。小さいサイズ本当少ないですからね。ブダイライオンなんかどんな感じでお嫁に行くのかすごい楽しみです ね、 ね、 どっち、どのお宅へ